はい、渡辺はよしです。今回はね、レアドロップチャレンジ3本立ての後付け実況としてね、やっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。レアドロップチャレンジ1個1本ずつ取ってね、合計3本それぞれ時間短いんでね、1本1分ぐらい、1分2分ぐらいなんでね、ちょっとそれを3本を1本の動画にまとめてみました。レアドロップチャレンジ GO。 新武器ちょっと出なかったんだけどね。でも今回追加された武器5種類以外にもね、スペシャリストのテーマ、コスチュームとかね、いろいろね、武器迷彩もだったかな、レティクルとかいろいろね出てるんだけどね。重複してるやつはそれぞれのアイテムのね、角っこに数字が書かれてるんで、ね、2個だったら2個っていうふうにね表示されてるんで、すぐ一目で分かるようになってるんでね。今回新しいこのね、ルインのボディのドラゴンっていうコスチュームがね出ました。これも結構かっこいいね。なんかね、ちょっと新武器ね、この間のレアドロップ1個チャレンジで NX シャドウクローね、クロスボウが出たんだけどね、奇跡的にね、あれ稀だと思うんでね、めったに出ないと思うんだけどね、でもね、レアドロップ1個でこれを続けていけばね、絶対出ると思うんでね、継続は力なりということでね、それを信じてやってるんだけどね。これで1本目終わるんでね、今ね2本目なんで、これね、これ前回のやつ見てるんだけど、これ NX シャドウね、NX シャドウクロー、レアドロップ1個で出してるんでね、ね、違うでしょ、日付が違うんでね、あ、日付は一緒なのか。レアドロップ1個オープンする直前にいくつかオープンして、で1時間後ぐらいにね、1、2時間後ぐらいにレアドロップ1個だけオープンして、レアドロップチャレンジのやつが出たんでね、NX シャドウクローが出たんでね。あ、これでまだ1本目なのか。後付け実況をやってるんでね、ちょっとね、今画面見ながらやってるんだけどね。はい、これでね、2本目になりまーす。さっきのやつ1本目で、で、今度は2本目のやつでね、別々で違う日にオープンしてってるんでね。今回もね、30暗号機溜まってるんで、レアドロップチャレンジね、1個開けたいと思います。GO!この時はもう新武器出なかったんだけどね。出なかったんだけど、スペシャリストのテーマ、チャンピオンがね、出ました。これはプロフェットのね、自尊心ジェスチャーね。暗号機燃やすで、ちょっと数少なかったんだけどね。プロフェットのね、このチャンピオン。これも今回追加されたね、新しいジェスチャーなのでね。これチャンピオンベルトっていうことでね、チャンピオン。結構ジェスチャーも結構増えてるんでね。今回結構派手なやつ、派手なモーションのやつが結構増えてて、結構ユニークなものばっかり揃ってて、結構面白そうなんだけど、いくつか揃ってるんでね、いくつか出たんでね、これで終わりだと思うんで、2本目ね。はい、これで最後の3本目の動画になります。1本1本短かったんでね、ちょっと1本にまとめてみたんだけど、1本にも3本を1本にまとめての6分なんでね。 GO! ペガサス。今回は新しいテーマちょっと出なかったんだけどね。でもレジェンド、レア、エピックそれぞれ出てるんでね、結構いいと思います。重複してるやつも多分あると思うんで、ちょっと事前にちょっとね、お知らせしときたいことがあるんだけどね、これはレアドロップチャレンジ1個じゃないんだけど、この動画の後にね、アップすると思うんだけどね、まだこの動画アップしてる段階ではまだ、YouTube の方にはまだアップしてないと思うんだけど、レアドロップチャレンジではなく、160暗号キーで、160暗号機の場合5個レアドロップオープンできるんだけど、でそれでやって新武器出たんでね、またそれも
開封の実レアドロップチャレンレアドロップ開封の実況の動画上げていくんでね、そちらのね動画のご視聴もよろしくお願いします。でその新武器解説のね実況も動画も上げていくんでね、それぞれの動画のご視聴のもよろしくお願いします。とっても欲しかったやつが出たんでね、それはまた交互期待ください。はい、今回はねレアドロップ3本立てのね後付け実況のをやってきました。あとよろしければチャンネル登録のもぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。